皆様こんにちは。6月の30日午後12時27分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日日曜日でございますね、6月も最終日でございます。配信をね、行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。もうね、暑すぎて暑すぎてもう溶けてしまいそうなビットマン TV でございます。もうね、雨もね降っていて、なんかこう中途半端にね天気がいいので、ほら、わかりますでしょ、蒸気が、もう外から蒸気がムワーってきてね、もうなんかこうとろけそうな、感じになっているわけでございますけれども、先ほどね、ワンちゃんの、私ビットマン TV タクで飼っている、ワンちゃんのね、散歩に行ってから今しがたということで、今日もバリバリ元気よく行きますので、よろしくお願いいたします。溶けそうでございますけれども、行っちゃいますのでよろしくお願いいたします。で、昨日ね、配信自体をちょっとこう急分したわけでございますけれども、理由がございまして、あちらでございますね、愛の不時着、2週目突入しております。よろしくお願いいたします、ね、愛の不時着を2週目突入マン TV ということで、わかります、愛の不時着、ネットフリックスでね、あるでしょ、韓国ドラマですよ。で、これ何年前だったかな、 2、3年ぐらい前に一回ね、こう見たんですけれども、そこからね、ちょっとこうね、最近ほら韓国ドラマ見てなかったんで、何見ようかなと思ってね、もう一回愛の不時着見るかと思って、もう見出したらね、ハマりまくっちまって、もう朝方までね、ずーっとね、愛に浸っているというような状況でございました。ですから昨日はもうね、生活リズムがもうほんと腐れてましたから、よろしくお願いします。もう朝方に寝て、起きるの夕方過ぎというか、もう夜手前ぐらいに起きたような状況だったわけでございますけれども、ちょっとこうね、愛の不時着、まあ、見てらっしゃらない方は、ぜひともね、一回見てもらいたいなと、めちゃめちゃ面白いですよ。うん。めちゃめちゃね、浸れますから、とにかく浸れる。なんかね、心の中に、あれですよ、ぽっかりね、大きな穴が開いてるなーって思っている方は、ぜひとも見てください。それ確実に埋まりますから、よろしくお願いいたします。まあ、あんまりそういう方いないかな。まあ、ビットマン TV もね、それで心の中に穴がぽっかり開いているわけじゃないんだけれども、ちょっとこう、たまにはね、浸りたいなと、いうところがありまして、まあ、涙が出ることはないんでございますけれども、私、強靭なメンタルの持ち主でございますから、涙は出ないんだけれどもね、なんかこう、心があったかくなる、みたいな感じで、まあ、いいね、ドラマでございますので、あとね、2話ぐらいで終了。うん、あと2話ぐらいで終了なんで、今日はね、夜に追い込みをかけるために、夜配信ではなく、昼配信で行きたいなというふうに思ってる次第でございますから、よろしくお願いいたします。まあね、さっきから言ってるように、見たことないことはね、ぜひともね、見てみてください。めちゃめちゃ面白いですからね、あちらはね。やっぱ韓国ドラマいいね。日本のドラマよりも、なんか、もう一歩先に行ってくれる感じがいい。なんかわかります？今言ってるの。なんか、ほら、日本のドラマって、なんか、こっから先がまだもうちょっと見たいのに、みたいなのがあるでしょ？なんかこう、あるじゃないですか。なんかこう、ドラマが作られて、なんかこう、目的達成したら、はい、終わり、みたいな感じなんでございます。で、最後に、匂わして終わりみたいなのがね、多分多いと思うんだけれども、まあ、特にそのね、愛の不時着なんていうのは、もうこの初めのテーマに沿って、そこが一回解決するんだけれども、そっから先ね、だから人の心理がよくわかってるね。もうちょっと見たいっていうところをこう掘り下げてくれる感じが、だからね、なんかね、こう、ロスにならずに終われる感じはする。だから、ほら、よくあるじゃないな。ほら、ドラマとかで、なんとかロスみたいなのがあると思うんだけれども、あれって、こう、大体なんかこうね、人の心の中に、なんかまだちょっとだけモヤモヤが残った状態で終わるから、なんかこう、ロス的なものが発生するのかなっていうふうに思うんだけれども、韓国ドラマに関して言うと、もうめっちゃ良かったわ。で、終われる。で、終われる。だからなんかこう、心にね、なんかこう、モヤモヤがない状況で、スッキリした状況で終われるんで、だからそういったのが好きな方はね、向いてるかもしれないよ。うん、というふうに思いますからね。ぜひとも見てみてください。よろしくお願いいたします。やっぱり夏はね、韓国ドラマよ。よろしく。もうビール飲みながら韓国ドラマ、もうここ一択よ。もうこれ以外ないよっていう感じでね、締めくださっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。元の路線に戻していきますよ。韓国ドラマなんちゅうのはどうでもええという形で思ってる方もね、たくさんいるのかなと行きましょう。まずはビットマン TV の X の方になりまして、ビットゲットさんでね、もう真夏です。真夏の入金キャンペーンが発表されていますというところで、期間が6月、ごめんなさい、じゃなかったですね。7月の3日、7月の3日の23時59分までが、このビットゲットさんのね、入金応援祭りということで開催しております。もしね、他の取引所に資産があって、ボーナス関係もらいたいなーっていう方がいるんであればね、ぜひともね、こちらの方参加いただけたら、1000テザー以上から、1000テザー以上の入金から、ボーナスがもらえるような状況になっておりますから、まあ、いわゆる手数料とかね、あとはほら、先物取引とか、ああいったもので使えるような状況にはなるかなというふうに思いますので、ぜひともね、ご活用なさってみてください。アカウントをね、お持ちでない方は、この X の方に、ご用意しております、ものも一緒ですし、あちら、動画の説明欄の方にね、ご用意してある、リンクも一緒でございます。ビットマン TV 専用のね、リンクになっておりますから、ぜひともね、そちらをご活用いただいて、アカウント開設していただいてね、
方はここ入金祭りね、参加していただければいいかなというふうに思います。で、参加をする際は、ここね、注意しておいてくださいよ。アカウントを作るじゃないですか。で、その後に、ここ、今すぐ参加というボタンを押してから、入金をしていかないと、ここ対象になりませんからね。そこだけは注意をね、しておいてください。よろしくお願いいたします。だから、アカウントを作った後に、アプリも一緒に、ダウンロードすると思うんですけど、そのアプリの中にね、ほら、トピックみたいな感じで、こう、横流しで多分流れてると思います。で、そこに、この夏の入金応援祭りというものが多分、あると思いますから、サムネみたいな感じで、あると思いますので、そこをパリッと押していただくと、さっき言ったこの詳細&参加ページっていうところに飛びますので、ここで今すぐ参加というねボタンを押していただけたら、対象になりますからね、ここはお忘れなきを2回言いましたから、よろしくお願いいたします。はい、で行きましょう行きましょう。暑いでございますからね、私ビットバティビ部屋で収録しているんですけれども、ほらクーラーをつけるとねガーッと音がうるさいので、一応収録中を切っているんですよ。ですから、ちょっとこうね汗が今にじみ出ているところなんでございますけれども、元気よくバリバリ行っちゃいますから、よろしくお願いいたします。では行きましょう行っちゃいましょう。はい、まずはビットコイン関係。ビットコイン価格は1年後に5倍になるんじゃないかと、アナリストたちが描くシナリオとは何なのかっていうところがね、今出てきておりますから読んでおきましょう。はい、暗号資産市場に関する議論が過熱する中、ウィリー・ウー氏、これ有名な方ですよね。この方が X に投稿したビットコインに対するポジティブな予測がね、注目をされていると。で、ウー氏はビットコインが新興資産クラスとして、すでに伝統的な金融サイクルの軌道に乗っており、今後急激な成長を見せる可能性があると見ていると。で、さらに、数十兆ドル規模の金融市場でビットコインが主要な資産として認識され続けるなら、数年後には価値が10倍に、ね、なるとも予想をしていると。で、現在ビットコインは激しく変動するコンディションにあり、価格下落が続いているもの、ウーシーはビットコインが、アメリカドルのライバルになるという見解を示したと。そして2030年代までには世界的な準備資産として国際的な採用率はね、25% から、40% に達すると予測をしていますと。で、彼の見解は、ウォールストリートにおけるビットコインの認識の高まりと、伝統的な金融市場がデジタル通貨に対する見方をね、変えつつあるという推測に基づいていると。まあ最近もね、まあそうですけれども、ビットコインかなりまあ注目をね、されつつあると。で、ただし、ウー氏の楽観的な長期予測に反して、ビットコイン価格は急上昇にはほど遠く、逆にデータは下落傾向をね、示していると。で、直近1週間でも 5% 程度値下がりをして、6万2000ドル手前で、足踏みする状態。ブロックチェーン関連企業チーム、ブラックノックスの共同創設者の方は、ビットコインが底値でリテストする可能性がある一方で、月末の価格、だからそれこそ今日ですよね。月末価格が5万6500ドルから、6万1800ドルの間にあれば、基本的にはトレンドはね、何も変わらないだろうと述べていると。で、この5万6500ドルっていうのはかなり重要ライン。特に週足とかでもダブルトップが成立するかどうかの、もう瀬戸際ラインですから、これ間違いないね。5万6500ドルを下に割れ込んでしまうと、おそらく大きく、てかまあ、5万ドル付近まで下落してくる可能性がある。で、その5万6500を下に割れ込んでしまうと言ってしまうと、さっきの大きな流れの中での、ブルフラッグもね、下に割れ込みますし、週足ダブルトップも下に割れ込んじゃうので、大きな流れとしたらね、結構要素が変わってくると思いますから、だからそこを耐え切るんであれば、まだトレンドとしては上っていう見方はね、まあ、できるかなというね、これはビットマン TV も思うところでございます。はい、で行きましょう。はい、クリプトクワントのアナリスト、グスタボ氏は、ビットコインがすでに一時的な底値に達した可能性を指摘。で、彼は先物市場での玉の減少と、無期限契約における資金調達率が、下がっていることから、買い手と売り手との間でバランス調整がね、生じると見ていると。で、この力の均衡状態は、過度の楽観論による、急激な修正なしに市場をね、健全に保つ上で非常に重要な要素。で、ビットコインの今後に関しては、今後発表される GDP や、あとは新規失業保険、申請件数ね、そしてインフレ率などのアメリカのマクロ経済データといった、広範囲な経済的指標をね、見据えた議論が続いて、いますと。で、これらの要素は短期的に市場心理に対して非常に強い影響を与えるでしょうと。で、さらにビットコインのね、レインボーチャート。ああ、そうね。これレインボーチャートたまにね、X とかでも流れてきますけれども、レインボーチャートはとにかく買いのゾーンをね、間違いなく今示しているんですよ。レインボーゾーンを下に割れ込んでいることがない。特にレインボーゾーンの下限値付近に今いるので、まあ買いのゾーンをね、示していると。で、過去の半減期後の価格サイクルからも、この先の潜在的な成長がね、予測できると。で、こうした材料からアナリストたちは、2025年9月から10月頃に、ビットコイン価格が26万ドル程度にまで上昇するという見立てを、予測をね、立てておりますということで、最高ね。だから来年の9月10月あたりには、もう26万ドル付近には行っている可能性があるんだよと。まあ、レインボーチャートを参照にね、言っている方もいると思うんでございましょうけれども、まあ、あと1年ちょいぐらいかな。だからそういった意味で、予測の範囲で言うとね。で、一応、知らない方のために また再度言っときますけれども、ビットコインのね、強気サイクルっていうのは、半減
元期が終わった、あの半年後、半元期が終わった半年後から始まって、そこから1年間継続していくっていうふうに言われてるんですよ。だから言ってしまうと、今年の4月に半元期があったでしょ。だから4月から半年後ですから、今年の9月から10月ぐらいに、言ってしまうと強気相場が開始されるんじゃないかっていうね、言われておりますし、今までのねサイクルからもそういう風な形になっておりますから、だからまあ9月10月ぐらいまではね、ちょっと大きな相場が来るかもしれませんけれども、そこが開けてきたらね、新しい扉がまたガリッと開いていく可能性がありますから、でそこから1年間ですから、だからほら来年の9月から10月頃に26万ドルに行くんじゃないかって言っているのは、まあそこの根拠としてね含められているかなというふうに思いますので、とにもかくにも、ね、意識しておいてください。はい、で次行きましょう。次こちら、ソラナがね、動き出しそうなね、形になっておりますよね。まあ、すぐには起こらないと思いますけれども、一応読んでおきましょう。現物型のソラナ ETF が登場すると、ソル価格は9倍に高騰と。いきましょう。はい。仮想通貨マーケットメーカーの GSR マーケットによると、アメリカでソラナのね、ETF の登場は、ソル価格を9倍に急騰させる可能性があると。で、レポートで、言っている。うん。ソラナを仮想通貨のね、ビッグスリーの一角であるとして、ソラナが次にアメリカの規制当局から、現物 ETF の承認を受けかどうかを検討したと。まあこれね、申請が出されるだけでもやっぱりかなりというか、めちゃめちゃ前進してますからね、普通に考えるとね。やっぱり、トライして弾かれて、トライして弾かれての繰り返して、ようやくほらビットコインとかもね、現物型 ETF っていうのが承認されましたから、まあそういった意味で言うと、ソルもね次の大きな節目に差し掛かっていると。で、偶然にも GSR のレポートが発表された同日に、バンエックが現物型ソラナ ETF の発行を申請して、多くの人々を驚かせたと。で、 GSR はソルに対してロングポジションを持っていて、現物型ソラナ ETF が現物型ビットコイン ETF の流入の 14% を取り込むと仮定をして、ソル価格が 8.9 倍になると推定をしましたと。で、この仮定はソルとビットコインの相対的な時価総額に基づくと。で、 GSR のブルースカイシナリオでは、ソラナの価格を現在の149ドルから1320ドル以上に押し上げ、ソラナの時価総額は6140億ドルに達すると。で、一方 GSR の弱気およびベースラインシナリオでは、現物型 ソラナ ETF がビットコインの 2% および 5% を取り込み、それぞれ 1.4 倍および 3.4 倍の価格上昇をね、引き起こすと推定していると。で、GSR マーケッツはこれらの見積もりは、ステーキング報酬の収入が含まれれば、さらに大きくなる可能性があると述べたが、ただ、アメリカで承認されたイーサリアム ETF においては、ステーキングはね、許可をされていない状況。で、GSR の楽観的な見方にもかかわらず、ブルームバーグの ETF アナリストの方は、他の専門家はね、現物型ソラナ ETF が真剣に検討されるためには、アメリカ大統領および SEC の委員長の交代がね、必要だと考えていると。で、SEC とその委員長であるゲンスラー氏は、バイナンスおよびコインベースに対する訴訟で、ソルトークンを証券と位置づけていますと。で、この点がビットコインやイーサリアムと比べて、ソラナ ETF の承認がね、難しいと考えられている理由だということですね。で、アメリカでのバンエックの申請に先立って、仮想通貨運用大会社 3IQ がカナダで現物型ソラナ ETF をね、まあ、先に申請をしていますということで、まあ、ソラナのね、ソルのね、現物型 ETF、まあ、これもぶっちゃけね、時間の問題なんじゃないかなというふうに思うんですけどね。だから、まだそれが噂段階というか、まあ、申請に入ったばっかりですから、おそらくま、弾かれるは弾かれるでしょう。ただ、大統領が変わったりね、だからそこに対して SEC の委員長も変わったりしてくるならば、かなり風向きは変わってくるんじゃないかなというふうに思いますので、そういった意味も含めるとね、だからまだ噂レベルの段階にも入ってないので、そこに入る前に、だから普通はね、噂で買った事実で売れっていうふうに言いますけれども、噂に入る前に仕込みっていうのはまだありかなというふうに思いますので、だからソルに関してもね、まあ、100ドル以上を今キープしているような状況を、ね、ビットマン TV がね、去年の6月ぐらいにね、まあ、言っていた時はまだ20ドルぐらいだったんですよね。買っておいた方がいいというふうに言っていたんですけれども、まあ、まさかまさかのね、そこからあれよあれよともうね、100ドルをあっという間で超えていっちゃってね、まあ、今いい利益がね、取れている方もまだたくさんね、いるんじゃないかなというふうに思うんでございますけれども、まだまだ潜在的には伸びる可能性がね、高いかなというふうにはまだまだ思いますので、ちょっとここはね、期待をしたいね、通貨の一つとして、まあ、当然入れておくべきでしょうということはね、お伝えさせてください。はい、それではね、本日のご案内、そして重要ニュースは以上となります。で、この状態のまま行きましょう。ビットコインですね、行きまーす。はい、ポチッとな。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、6902ドル付近をね、推移しているような状況でございます。もうね、価格がもうほぼまあ、下落の方向なんだけれども、ほぼね、もう動いていないということで、6万1000ドルを境目に、売り買いの攻防がね、まあ、かなり行われているのかなというところ。で、さっき言ったビットコインのね、大きな流れなんでございますけれども、まあ、このね、上昇のこのトレンドが始まっていった、いわゆる底打ちをしたのが、2022年の12月、まあ、年末ですよね。去年の、年始めあたり、去年の年始めぐらいに、底打ち感を出して、上昇の流れからね、今ずっと安値切り上げ、高値切り上げでずっと続いている。だから、長期的な
トレンドとしたらまだ全然崩れてはいないんですよ。全然崩れてはいないんで、一応今ね上昇の流れからの下落の平行チャンネルを結構長い時間軸で作っているような状況、もう今年の3月ぐらいからずっと下落の平行チャンネルを作っていて、でその下落の平行チャンネルの中にね、さっき言ったダブルトップですよね、ダブルトップも一緒に作成をされているというような状況になっている。ですから、まあ、言ってしまうと今、ビットマン TV が点線を入れております。ここねダブルトップのネックライン、はい、56,000、まあ、ここは600ドルですけれども、まあ、56,600ドルから56,500ドルあたり、そこを実体 E レベルでまあ割れ込んでしまうと、これはやっぱり週足レベルダブルトップ成立、そしてこの大きな流れでねブルフラッグの、作成失敗ということになる。ブルフラッグであれば上に抜けていくっていうことがね、まあ、作成、成功という形になるでしょう、まあ、強気派の方々から言うとね。でトレンドがまた解消していくっていう風な形がオーソドックスなんでございましょうけれども、そのブルフラッグもね下に割れ込むという状況になりますから、もうこれはかなりね大幅下落が、予想される。で言ってしまうとその長い時間軸においてはね、週足レベルの短期の移動平均線も2023年だから去年の10月からずっと守り抜いてはいたんだけれども、それがある程度最後のね支えとして生きてい いたでしょう。だから今回のこのほらダブルトップのネックラインも言ってしまうと週足短期の移動平均線をサポートとしてぐっと大幅反発してきましたから、そういった意味でもこのね青いラインっていうのはかなり重要だったわけですよ。でそれを今実態としてね週足レベルでも下に割れ込んじゃっておりますから、もうかなり様相としてはね良くないっていうのがもうこれでわかると思います。だからまあ広い時間軸内で言うならばまだまだねトレンドとしたら上方向っていうのは意識が持てるでしょうけれども、56,500ドルを割れ込んでしまうともうその見方もねちょっと向こうの方向に入る可能性がある、向こうに入る可能性がありますから、一応下落目標価格としたら5万ドル付近ね、やっぱこのあたりは、まあ、日足レベルで見てもわかると思いますけれども、上がってきた際のレジスタンス、そして上にブレイクした際の最後の押し目として、うん、だから史上最高値をつける前の、うん、史上最高値をつける前のね最後の押し目、水平押し目ラインとしてかなり生きていたのがやっぱり切り場の5万ドルというところでございましょうから、56,500ドルを割れ込んでしまうと5万ドルへの急落っていうのはね、これまあ容易、ある程度っていうかまあ容易に考えられるかなというふうに思いますので、そこはね注意しておいてください。特にロンガー勢の方々はね。だけども、まあ、言ってしまうとこの大きな流れを守りたい勢もまあ間違いなくいるので、もしかしたらですよ、もしかしたらこの今ぐらいの付近、もしくはもうちょっと下でございますけれども、まあ5万7500ドルとかこのあたり付近である程度耐え切って、いわゆる上にね持ち上がってきて、もう一回ねこの下落の平行チャンネルのレジスタンスラインアタックに入ってくる可能性もありますから、ここのアタックに入ってくるんであれば、このね下落の平行チャンネルのこの5万7500から、まあ、5万8000ドル付近か、このあたりっていうのはいい反発ポイントであったなっていうのは、まあ、結果論としては分かるわけでございますけれども、まあ、それに期待したい方は、いいんじゃないかなと思います。うん、この5万7500ドル付近での勝負はありかなと。ただなんでこれありかっていうと、損切りができるラインっていうのがすぐ直下にあるから、5万6500ドルを割れ込んだらもうこれもすぐ損切りで逃げていけばいいので、だからこの幅がそこまで広くないじゃないですか。だからそういう意味で言うと、もし落ちてきたとしても損切りラインがすぐ下に設定できるので、損失がね、そこまで深くならずに済む。そしてあともう一つはこれが成立、いわゆるこのダブルトップが成立しなくて上に上がってきたらいい押し目買いラインだったよねって話ができますからね。水平の結局なんだかんだ言って持ちこたえたよねって話ができますから、そういった意味で言うと少額で勝負していくのはこの5万7500ドルから5万8000ドルあたりっていうのは少額勝負でもね、ある程度使えるんじゃないかなというふうに思いますので、そこはね意識しておいてください。ビットマン TV もそこはねトレードをする上においては考えております。で、様相がね、まあ、言ってしまうとこの 右下がりのね下落の平行チャンネル、この青い帯帯をの上端アタックでやっぱ入ってくるためには、まあ、とにもかくにも直近で作られているこの右下がりのね頭を押さえつけられているトレンドを抜けていかないといけないので、まあ、6万2000ドルを少なくとも抜けていったら、まあ、ちょっと様相がもしかしたら良くなってくるかもなぐらいのね、感じで出てくるでしょう。だから一つ上に上がってきた際の重要ポイントは6万2000ドル、下に関して言うならば5万7500ドルから5万8000ドル付近っていうのがサポートが入るかどうか。ではそこを割れ込んでしまったらもう最後の最後5万6500ドル、ここを粘り倒さないと5万ドルまでの急落っていうのが想定できますからね。ここはここごめんなさい、何度もね言わさせてもらいますけども、よろしくお願いいたします。まあ今のをねちょっとこう考えながら、まあかなり横ばい推移しておりますから、取引自体トレード自体ね、特に現物短期でもそうですし先物でもそうですけれども、取引自体がかなりやりにくいと思うんですよ。だからわかりますでしょ、もうここ何日間か6万1000ドル付近をずーっと推移しているので、かなりでもどっちに行くかわかんない状況でやりにくいと思いますから、まあそういった方はねちょっとこういった時はまあ休んで大きな動き出しが出てくるまで待っておくっていうのは、まあ当然大事なことかなというふうに思いますので、そこもね合わせて押さえておいてください。はい、で次行きましょう。次はイーサリアムですね。行きます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が3365ドル付近をね推移しているような状況でございます。で、まあ、この通貨に関してはね高値が切り下げている、安値は、まあ、実態切り取るとある程度一定値
特に今ぐらいの値打ちで一定値3350ドル付近での一定値をかましている、いわゆる高値切り下げ安値一定値のディセンディングトライアングルをね作成しているような状況で、そのディセトラ作成の途中でさらに、日足の雲もそうですし、あとはこのね、赤い、長期の移動平均線、日足レベルの長期の移動平均線というものもやっぱりこう上に覆いかぶさっているので、そういったところを考えていくならば、かなりね弱い相場感の中にあると。で、まあ、日足レベルで言うとね、で、でもまあイーサルムに関しては現物の ETF ね、現物 ETF の承認っていうのが、まあ、S1 書類のね S1 書類の承認っていうのが7月の4日あたりにあるかもしれないというふうに言われているので、そういったところを考えていくならばね、もしかしたら様相としたら日足レベル良くなってくる可能性がありますから、まあそこは期待したいところでねございましょう。で、まあ月足レベルで言っても、どうかな、先月5月の大陽線をね半値戻しギリギリで止めているので、今の段階で持ちこたえてくれて、来月、まあ、だから明日ですよね、突入をしてくるんであれば、ぐっと、安値を切り上げた状況でもう一発上を試しに来る可能性はね、半値戻しはしておりませんから、そこは思いますからね、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。まあね、まあ、月足も大事なんですけど、まあまあ、半値戻しをしていないっていうところは、まあ、いいところなんでございますけれども、まあ、ビットコインの様子が良くないのでね、まあ、当然、イーサリアムも巻き込まれている。ただ、イーサリアムでは単体でいいニュースが流れ込みそうなので、そこにはね、期待をしていきたいところ。で、3650ドル抜けていければ、3650を抜けていければ、4100ドル付近までの扉がガリッと開かれますから、もしね、ETF、S1 処理が承認されましたよ、で、パーンと上がってきた後に、3650ドルを超えて、またこう粘っているんであれば、こういった形でね、粘っているんであれば、上を試しにもう一回行く可能性がありますから、ここはね、ロングインのチャンスネージとしては、ロングインのチャンスフェーズかな。フェーズとしては、ここはね、意識しておくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、もしね、G2D、だから、S1 書類が申請、承認されましたよ、で、パッと上がって、グリッとすぐね、売り圧がかかって落ちてきてしまったと。で、いわゆる G2D ね、落ちてきてしまって、まあ、直近で耐え切っていた部分も全部割れ込んでしまうと、まあ、2850ドル付近、ここが水平の次のね、押し目買いラインになりますから、まあ、言ってしまうと、ここで反発する可能性を考えて、ロングインだったら上に上がってきた時の3650抜けてのロングイン、もしくは2860ドル付近での、反発ロングインっていうのがね、一ついいかなというふうに思いますので、そこ二つポイントね、合わせておいて、合わせてね、押さえておいてください。はい、で、次行きましょう。次はこちら。どのアルトコインもね、もうグリ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 下がってきているわけでございますけれども、リップル見ておきましょう。ただいまの価格が、0.472 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しては、もう今ね、高値は切り下げているような状況。ちょっとごめんなさい、矢印が欲しいんですけどね。はい、ごめんなさいね。伸ばしましょう。ここの矢印が持てないな。開きましたね。ごめんなさい、ごめんなさい。こっちに持っていこうかな。はい。こういった形。直近日足レベルで見たとしても、高値切り下げで安値が切り上げている状況ですから、一応今ね、ダラ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 下げている、このトレンドの中でダラ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 下げている中でね、一応安値は切り上げている状況になりますから、まあ、三角持ち合いフェーズにね、ちょっと入りそうな感じもする。うん。もしここから金額を上げてくるんであれば、そういった意味で言うとこのあたりか、だから 0.5 ドル付近っていうのがね、一つ、日足レベル直近で作成されている三角持ち合いの上端値になりますので、壁になる可能性がある。だから、短期トレードで安値切り上げてこの押し目で入った方はね、まあ少なくとも 0.5 ドル付近では、まあまずは利益確定を行うべきかなと。で、もしこの三角持ち合い意識してなくて入った方に関して言うと、やっぱり損切りラインっていうのはね、しっかり設定しておかないといけないので、まあ 0.損失を抱えたくない方もすぐ損切り。だから 0.7 ドルを明確にじったら 0.469 ドルか。0.469 ドルを割れ込んだら、まあ、かなり細かいですけどね。割れ込んだら、まあ、損切りをしていくっていう流れが、まあ、当然、損失をね、抑えられる一つのね、ものになるかなというふうに思いますので、そこは意識しておきましょう。0.469 ドルあたりを割れ込むと、これ、実態で特に割れ込むとね、安値切り上げのサポートライン失ってしまいますから、それこそ 0.43 ドル付近までの下落っていうのが、今の段階では考えられますので、注意しておいてください。で、さっきも言ったように、直近での動きで言うと、日足、三角持ち合い作成フェーズに入る可能性がある。0.5 ドル付近での売り圧には警戒。抜けたとしても、日足雲さらにはね、日足長期の移動平均線が覆いかぶさっているので、その 0.ここが55ドル付近か 0.55 ドル付近を、上にね、ブレイクしていけば、うん、大きな時間軸における、上へのね、推進力っていうのが高まってくるかなというふうに思います。はい、広い時間軸内における上への推進力は推進力がね一気にバッと花開いてくるかなと思いますので、ある程度その、先物関係とかね、短期の現物取引とかで利益を上げていきたいなと、うん、利益が上がる可能性が高くなるラインを超えてからがいいなと思う方は 0.55 ドルを抜けてからロングインで 0.7 ドル付近をね、いわゆるこう利益確定ポイントとして狙っていく、この前いわゆる真空部分のねトレードをやっていくのがいいかなというふうに思いますので、そこは意識しておいてください。 0.55 を抜けていけば一気に様相がね、まあ、一気にというか長い時間軸においてはいいね、方向に走っていく可能性がある。 0.7 ドル付近までね上がってくる可能性がありますから、そこは期待をねしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次は
ドットとかね、久々見ようかな。あんまり見てないんですけどね、ポルカドット。はい。ただいまの価格が、そうね、この上昇のトレンドもね、割れ込んじゃってるし、もうこれもだいぶ前の動きでしょうから消しといていいでしょう。もう一回消しておきましょう。はい。ただいまの価格が 6.08 ドル付近をね、推移しているような状況でございましょう。で、もうパッとね、冷やしてみたらわかると思いますけれども、もう三尊ですよね。三尊形成に入っていて、もう最後の山場をギリギリ下に割れ込んだけど、騙しで帰ってきたような感じが。だから、そういったところを含めていくならば、もうこの騙しの加担値ね、一回だから、この三尊は成立したんですけれども、なんとかギリギリ持ちこたえて戻ってきた状況でしょうから、5.4 ドル割れ込むと、これ明確にもう三尊成立っていう状況になりますからね、5.4 ドルを割れ込むと、三尊成立になってしまって、一気にガラーとね、落ちてくる可能性がある。つまり、直近安値の 3.6 ドルあたりまで、大幅下落を、で、3.6ドルまで落ちてきたらね、これはもう史上最安値付近ですから、まあ相当ね、大ダメージでしょうけれども、まあ一応ね、それが今起こらないとも限らないチャートを作り上げているのでね、ちょっとこうポルカドットに関してはチャート作成自体はあまりよろしくないものが作られているよっていうのはね、意識しておいてください。で、あとこの三尊がね、まあ、下に落ちてこずにある程度抑えられて無効となるラインっていうのがやっぱこのトレンドかな。このトレンドをとにかくほら高値切り下げで頭抑えられてますから、このトレンドを上にブレイクして、まあ、あとはこのね、冷やし長期の移動平均、これも抜けていければ、様相が一気に良くなってくるかなというふうに思う。だから 7.2 ドルあたりを超えていければ、この三尊というものがね、ある程度意識和らいできて、この 10.6 ドル付近、10ドル付近までの上昇というのがね、考えられるかなというふうに思いますから、もし、このポルカドット、トレードをしたいなと思う方は、やっぱりこの三尊は無効になってから入った方がいいかなと思いますので、やっぱ 7.3 から7、そうね、7.2 ドルとか、このあたりを超えていってから、ある程度様相が良くなってきたなと。まあでも直近でもね、高値抑えられてるんだけれども、ここで レンジ組んでるからね、まあ、だから上、かなり上になるかも、だけれども、まあ 7.8 か、7.8 を超えていけばね、この安値をぐんぐん切り下げている戻り高値も上にブレイクしていきますから、ちょっと修正がね、7.8 ドルあたりを抜けていければ、右下がりのトレンドも上ブレイク、冷やし長期の移動平均もブレイクするし、このね、4月半ばから作られていた、レンジで、途中上、加担値、こちらサポートライン切り上げていたんだけれども、ちょっと上値を抑えられてバリバリとね、安値更新してますから、この戻り高値ね、戻り高値付近の 7.8 ドルから 7.7 ドルあたりを抜けていってからね、まあ先物短期トレード、ロングインしていくのがいいかなと思いますので、今はちょっと耐え切っているけれども、まだね、もしビットコインが割れ込んでしまったら、やっぱり、はっきりとね、三尊形成というところがね、やっぱり意識されてくるでしょうから、それこそ本当に史上最安値付近のね、3.6 ドルぐらいまで落ち込む可能性がありますからね、ここは注意をね、しておいてください。はい、で次行きましょう。次は、こちら。ファイルコインもね、見ておこうかな。ただいまの価格が 4.3 ドルあたりをね、推移しているようなところでございます。で、これもね、まあ、ある意味形としては三尊っぽくは見えますけれどもね。まあ、ここでかなりレンジの期間が長かった。4月半ばから、それこそ6月初めぐらいまでずっとレンジ相場を組んでいて、このレンジの加担値を割れ込んでからね、またまた大幅下落。で、どこで耐え切っているのかって言ったら、長い時間軸における、この右下がりのね、頭を押さえつけられていたラインがあるんですよ。ディセンディングトライアングルを作っていたライン。ディセトラを形成していたラインがあって、そのディセトラ形成、あ、ちょっとごめんなさい、今消えてますけども、こんな、なんでっけ、あ、つ、しました。ディセトラ形成していて、このね、ディセンディングトライアングルの、レジスタンスラインが今反転サポートラインとして、なんとか粘りで効いております。裏タッチで、サポートラインとして機能しておりますから、ここはまあいい状況。だから、4ドルを明確に割れ込んでしまうと、4ドルを明確に割れ込むと、これはファイルコインに関しても 2.7 ドル付近、いわゆる最安値付近まで下落してくる可能性がありますから、まあそこはね、注意しておいてください。現物を途中で損切りっていうのはビットマン TV はないかな。もう落ちてきたら下で逆に買い増ししていくぐらいの勢いでいってますから、このクリプトに関してはね、損切りっていうのは現物の通貨でね、現物通貨、先物はやりますよ。当たり前だけれども。現物は損切りはビットマン TV はしていない。もう保有量を増やしていくっていう方向に流れておりますから、まあ、アドバイスじゃないんだけれどもね、まあそっちの方向がいいんじゃないかなっていうのは思う。アルトコインの後々の上昇を考えていくならばですよ。よろしくお願いいたします。まあ、買い煽りとかではないんですけれどもね、4ドルを割り込んだら 2.7 ドル付近まで落ちてくる可能性があると。で、あとは今の状況というのは上を試してくるんであれば、やっぱり冷やしのこの短期の移動平均線がものすごい勢いで垂れ下がってきてますから、やっぱりここでしょうね、4.7 ドルあたりを明確に実体で抜けていけば、ある程度空白ができますから、5.3 とか 5.4 とか、このあたりぐらいまでグッと上がってくるね、力が出てくるかなと思いますけども、まあ、広い時間軸の中で言うんであればですよ、広い時間軸の中で言うんであれば、やっぱりここだよね、長期の移動平均 6.3 ドルあたりを抜けていければ、右下がりトレンドも上にブレイクしますし、あとは、このね、ダラダラした、やっぱりほら、高値を切り下げているラインも抜けますしね、長期の移動平均も、ある程度、このサポートとしては機能していた、時期もありましたから、そういった意味でもこの長期の移動平均も上にね、ブレイクして、もう一回サポート転換させていく可能性がある。
ある。だから上に上がってきてロングインをしたい、先物関係勝負かけたいという方はもう言わずもがな、 6.4 ドルあたりを抜けていってからもやっていけば長い時間軸で利益が取れていける可能性がありますから、細かいところでやっていこうと思う方は 4.7 ドルを抜けてから、5.3 ドル付近までまず狙っていく。で、広い時間軸でかなり様子が良くなってきそうだなっていうところを狙っていくんだったら 6.4 ドルあたりをつけていってからロングインをしていくっていうのがね、いいかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいにしておきましょうかね。はい、それぐらいにしておきましょう。本日のね、配信は以上となります。今日土曜日、明日も日曜、今日は日曜日か、ごめんなさいね。時間感覚がね、バカになっておりました。今日は日曜日ね。明日から新しい月、7月も始まります。新しい週も始まります。当たり前、月曜日というところでね、新しい週も始まります。すべてがね、キリがいい、日になるんじゃないかなというところで、仕事もね、バリバリ頑張っていきましょう。私ビトマ TV もね、頑張っていきますから、皆さんもね、頑張って、楽しいね、ライフを送っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では。